テクニカラーはカラー映画の彩色技術を開発した企業、またはその彩色技術の通称である。フィルムの現像、プリント、テレシネなどポストプロダクションを行っている。1916年にアメリカ合衆国で起業し、その後数十年にわたり進化を続けた。現在は現テクニカラー社の一部門となっている。同社で処理された映画作品は、 クレジットでカラーバイテクニカラーと表示されテクニカラー作品などと呼ばれることが多い同業のデラックス社とは長年のライバル関係にあるテクニカラーはイギリスで開発されたキネマカラーに次ぐカラー映画彩色技術としてアメリカ合衆国で1916年に開発された当初はキネマカラー同様に日色法だったがその後に 世界で初めて三色砲での再色技術として確立した。1922年から1952年の間にハリウッドでカラー映画の制作に広く使用された。テクニカラーの色純度の高さは定評があり、オズの魔法師、雨に歌えば、などのミュージカル映画、ロビンフットの冒険、ジャンヌダークなどの衣装に凝った時代物映画、白雪姫。 ファンタジアなどのアニメーションで使用された。また、哀愁の湖、ナイアガラなどのフィルムのワールでも使用された。テクニカラーは、テクニカラー映画社の登録商標である。テクニカラーの原点は赤、緑の二色砲プロセスであった。これは、被写体をプリズムで分解し、赤力それぞれのフィルターを通した映像を一本のモノクロフィルムに交互に記録するという方式であった。 少し進化させ2本のフィルムに原色法で記録する方式で10回、オペラ座の怪人、ベンハーなどの作品のカラー部分が制作された。2本のフィルムを映写用に貼り合わせていたため焦点が合わないという技術的問題や映写用フィルムの耐久性の問題があった。そのため2本のフォルム画像を1本の新しいフィルムに転写する大トランスファー方式が採用された。 これで上映技術も向上し多くの映画が制作されたが1930年以降世界恐慌の影響やカラー作品が工業成績の向上につながらずテクニカラー社は財政面で苦戦した1930年代の3本フィルム方式のテクニカラーカメラハリウッドはカラー映画時代の本格化に向かっていたが大恐慌の影響で映画業界の不振のため 制作費が高額なカラー作品の制作が減少した。しかしフルカラー映画技術の開発も進み、テクニカラー社は三色砲による技術を開発した。特別なカメラを使用し被写体をプリズムで分解し、赤青緑それぞれのフィルターを通した画像を別々に3本のモノクロフィルムへ同時に記録し、その後大トランスファー方式で1本の映写用フィルムを 作成するという方式であった。1932年のウォルト・ディズニー・プロダクション制作のアニメーション短編映画作品、花時がこの方式発の作品となり、第1回アカデミー短編アニメ賞を受賞した。ディズニーは工業的成功を収め、その後1935年まで三色法によるカラー作品制作の独占契約を結んだ。 1935年の RKO 制作、巨影の死がこの方式を使用した世界初の長編作品となり、1936年のパラマウント映画制作、丘の一本松は初めて屋外撮影を実施した作品となった。そして1937年12月に公開されたディズニー制作の世界初のカラー、長編アニメーション映画。 白雪姫は工業収入6100万ドルという桁外れの成功を収めた。日本では総天然色と訳されて宣伝された。1935年にアメリカ合衆国のイーストマン・コダックとドイツのアグフワが三原色を三層に記録するカラーフィルムを完成させた。テクニカラー三色法で撮影に必要な大きなカメラが使用できない時には カラーフィルムによる撮影が行われるようになった。またほぼ同時期に日本のコニシロクも同様のシステムを開発した。移行日本映画業界は国威発用の目的もあって比較的大きな撮影現場であってもコニカラーの導入を推進し富士フィルムが開発するリバーサルシネフィルムの登場まで続けられた。フィルムによるカラー方式での撮影が主流になると テクニカラー社は退色しやすいイーストマンカラー等に代わって大トランスファー方式でネガからプリントを起こす方法を発案した。1954年には大型のビスタビジョン、トット、AO、ウルトラパナビジョン70、テクニラマなどからも高精細で美しいプリントを作成できるようにした。ただし1960年中頃より高画質であるものの高コストで 時間のかかる大トランスファー方式はアメリカでは採用されなくなり、1974年のゴッドファーザーパート2を最後の作品とし、テクニカラー社は大トランスファー方式のプリント施設を閉鎖した。1997年になり、テクニカラー社は大トランスファー方式によるフィルム制作を再開させた。これは1960年代から1970年代に、 行っていたプロセスの改良版で、オズの魔法師、ファニーガール、裏窓、地獄の目視録、特別、完全版などのフィルム再生で限定的に使用され始めた。その後、トイストーリーなどの大予算のハリウッド映画でも採用された。2000年以降、デジタルリマスターが普及してくると三式法の評価が一変した。というのも、特に実用初期の発色フィルムにおいては、 技術の未成熟等の事情により、約半世紀の時間の経過によって、整備された環境で保存されているマスターフィルムでさえ著しい退職が発生している。そのため、デジタルリマスターしても元の発色が再現できるとは限らなかった。一方、テクニカラーは原理的に3本のモノクロフィルムであるため、それほど大きな退職は起こらず、デジタルリマスターも容易に行えた。 スター・ウォーズ・エピソード4、新たなる希望特別編におけるデジタルリマスターでは、ジョージ・ルーカスが個人的に保有していたテクニカラー版を参照して色調整が行われた。また、画面上のノイズの補正にしても、発色フィルムの場合、元の映像の一部かノイズかの区別がつきにくいことが多いが、テクニカラーであれば、3本のフィルムを相互比較すればノイズかどうかの判別は、 比較的多いであった。2002年には再び大トランスファー方式によるフィルム制作は中止された。1953年に 3D 映画撮影カメラを発表した。3本フィルム方式のカメラを2台使用し、6本のフィルムを一度に使用するものであった。この方式で撮影された映画は2本のみであった。ありがとうございます。